はい、どうも、トラノスケです。今日はですね、豊島園に来ております。すごい人が、すごい人がいる。ご用意をお願いいたします。これみんなね、事前予約でね、チケットを買ってるお客さんですね。すごい人が並んでる。さあ、今日はですね、はやぴとれんくんと一緒に来ております。でれん、イエーイ。寝てない。すごい人が、お客さんいっぱい。豊島園ね、今月8月31日までだからね。そう、うん、やっぱ最後に行っとかなと思って。パピコってる、ハヤピもパピコってる。一緒にパピコってる。ハヤピにさっきガリガリ君食べてたの。いや結局やそんぐらい暑いんだよ、マジで。今日は一応遊園地からのプールに行こうと思ってます。楽しみ。素敵な思い出になりますように。ブヒ。豊島園って94歳なんだね。豊島園94年間愛してくれてありがとう。なんかね、そう読むとなんか、ね、なんか涙で、確かに切なくなる、ね、胸が痛むよね。なんか遊園地が10時かららしいんですよね。10時からで、プールが9時からで、この1時間どうしようかなって。シュールでございます。やばっ、目つぶったらさ、ちょっとブルブルさっぽい。はい、左手に見えますのがジェットコースターでございます。そして目の前にあるのがメガホースターでございます。ちょっと揺れますので、お気をつけください。ビー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 。これがいつまで続くか分かりません。今ちょうど10時になって、まず一発目の乗り物、サイクロン。ジョーカー。仮面ライダー。サイクロン。ジョーカー。でーん、サイクロン。ジョーカー。さあ、今から乗っていきや。サイクロン乗ってきました。めっちゃ楽しかったね。楽しかった。カミボサボさん、次はね、バイキングって言って、ね、船はね、そう、何食べようかなって。このバイキング、バイキングの上でバイキング、バイキングの上でバイキング。ちょっとバイキングは苦い思い出があるから、ちょっと今回克服したいと思います。お、トラ君克服企画、皆さんにお届けしたいと思います。 VTR どうぞ。いや、バイキングね、余裕でしたね。余裕でしたね。ちょろかったけど、タヤピのお腹がね、どうかったね。タヤピに合わせちゃったからさ、ないって。ちょっとね、ちょっと安全バーがさ、なんかゆるゆるだったっていう。死ぬかと思った。続いて、ミステリーゾーン。このミス、これ発掘のやつだっけ？化石発掘みたいな。
これ俺来たことないな。ああなるほど、こういう感じね。化石を発掘していくみたいですね。さあミステリーゾーン行くぞ、レッツゴー。じゃあね、行ってきます。さあ今回ですね、お宝発掘、暗くてね、何もね見えない。暗すぎて動画映ってない。やば、生首ある、生首。お化け屋敷みたいな感じでしたね。でもう少ししたら、はやきとれんくんが、あ、来た、あ、来たおかえり化石なかったな。全然化石なくない。はやきん騙されたよ。僕は恨んでやる。もう俺ずっと早めにこうやる。急に顔色が曇ってこれ違う、あれこれこういう感じ。続きまして、大人のコーヒーカップ、コーヒーカップを見せてやろう。あ、二人で作戦会議中、めっちゃ回しすぎてさ、気持ち悪くないでしょ。あ、もう出るぞ。それではスタートします。コーヒーカップ、すんげー。ねえ、うちらだけだよ、ずっと回せんの。うちらだけだよ、こんなに回せんの。ねえ、まだ誰だ、うちらだけだよ、こんなに回せんの。待って、これ壊れることない、大丈夫。ああ、トラくん、生きてトラくん。すごいよ。これいつ終わってんのかわかんねえ、これ。映像大丈夫。上向いたらやばいね。おー、結構すげーぞ。うわー、気持ち上がってきた。死ぬ、死ぬ。おもちゃめちゃめちゃじゃないんだよね。やべ、フラフラする。あ、ちょっと気持ち悪いかも。さっきまでね、お腹空いてたんだけど一気に食欲なくなったわ。とりあえず一旦休憩しよう。一旦休憩だな、これ。ひと休み。続いてね、お化け屋敷入っていこうと思います。レン君レン君行くよ。これ行ったらプール行くから。これ行かないといけないから、プール、うん、行かないとプール行けないの。そうじゃあ行こう。プールが待ってるから。プール早く入りたいもん、ね、看板にお化け屋敷って書いてある。僕初だわこれ。俺も初。はい、人出てきます。出てこないですか。それだけはちょっと安心。やば、暗いから映んない。怖いよ、レン君触られると。あ、なんか出そう。ここなんか出そう。あ、出てこっちか。小さい。あ、ここちょっと怖いよ。お、なんか出るよ、これ。出るよ、なんか。出るよ。出ないんかい。出ない。あ、終わりだよ、これ。終わりだ。あら。あら。レン君一人で行って。行こうや。いや、レン君どうだった？怖かった。何も見てないじゃん、だって。てか何も見えなかったね。あ、確かに。もうすごい汗かいたもん。だいたい矢印しか見るとこなかった。やっぱ94年のなんか歴史を感じたよ。ね、そうね。昔ながらのお化け屋敷みたいなね。だりめこれからプールに行くぞ。